今月のフレッシュマンは阿蘇市宮地にあります大阿蘇病院にお勤めの女性の方ご紹介します。よろしくお願いします。お願いします。まずはお名前と年齢、そしてお住まいの地域を教えてください。伊沢由里子です。24歳になります。住まいの方は防虫の方に住んでます。伊沢さんはこちらの病院にお勤めになってもうどれぐらいが経つん？今2年目で次3年目になります。普段はどんなお仕事をされてるんですか？入院患者様の看護ですね。点滴だったりとか、検査をしたりと、あとはですね、日常生活のお世話をさせていただいてます。じゃあ看護師のお仕事ということで、いろいろ大変なこともあると思うんですが、お仕事のやりがいだったり、その嬉しかったことっていうのは何かありますか？やっぱ入院患者さんが元気で帰っていただくことと、ありがとうって言っていただけることがすごくやりがいに感じてます。このお仕事は好きですか？はい、好きです。ではちょっとプライベートなこともお伺いしたいと思うんですが、24歳ということで、結婚願望とかはどうでしょう？したいなとは思ってます。どんな人がタイプですか？私が基本外に出たいタイプなので、何でも一緒に楽しんでくれる人がいいなとは思います。じゃあそんな人と阿蘇市でデートに行くならどこに行きますか？阿蘇神社と水木巡りですかね。はい、楽しいですもんね。では最後にカメラに向かってお勤め先の PR をお願いします。私たち大阿蘇病院では患者様一人一人に合わせた医療福祉のサービスを提供し、安心して入院生活を送っていただけるよう心がけ、家庭の復帰を援助しています。また地域における看護介護の両方の機能を持つ病院として、高齢者の方へ安心して生活をしていただき、異常があった場合入院を受け入れ、充実したお世話をいたします。お気軽にご覧ください。ありがとうございました。では最後はあちらのカメラに向かって決めポーズお願いいたします。今月のフレッシュマンは阿蘇市宮地にあります大阿蘇病院にお勤めの伊沢さんをご紹介しました。せーの、フレッシュマン。